読書好きの友達から図書館から本を持って帰るバッグを作ってほしいという依頼がありましたので作ってみました。いつも参考にしているベビー&キッズさんのサイトを参考に、まあ、色は違うんですけどもサイズは揃えて作ってみました。表の片側にはチャック付きの内ポケットが付いています。底のマチは6センチとかなり広めです。裏地にもファスナー付きのポケットが付いているので何かと便利だと思います。物を入れないときは口が開くのでこのようにマグネットボタンが付いています。裏地も薄手のデニムにしたのでかなりしっかりした仕上がりになっています。見返しの色や生地を変えるといろいろ楽しめるのではないでしょうか。